皆さんこんにちは、サリーの星読みルームへようこそ。はい、今回の星読みは6月22日土曜日10時9分ヤギ座満月の解説をしていきたいと思います。今まで双子座全開の時期だったんですけれども、6月18日火曜日に水星と金星がまず先陣切って蟹座に入っていきます。その後6月21日金曜日に太陽も蟹座に入っていくという、そんな時期に入ってきております。蟹座の皆さんはバースデー期間に入ってございますので、ぜひ私は蟹座ですという方はコメント入れていただけると、おめでとうとさせていただきますので、コメント入れますので、ぜひぜひ蟹座さんはバースデー期間なので、ぜひコメントの方入れていただけると嬉しいです。そして今現在チャンネル登録しておられない方、しつこいぜひチャンネル登録をポチッとしていただけると、はい、このサリーの星読みルームのお仲間になっていただけると嬉しいでございます。そう、蟹座のねエネルギーってね、仲間を大切にする星座でもあるので、私をぜひ皆さんの仲間に入れてくださいというご連絡でございます。よろしくお願いいたします。で、さっきも話したように、6月21日金曜日に太陽が蟹座に入っているのですが、この日は同時に夏至でもあるんですね。太陽が一番出番が多い、一番日が長い時間、本当に日の長さが長い一日になっております。で、これ普通に考えると、太陽がね、一番長く存在しているのならば、この日が一番暑くなりそうな感じじゃないですか？なんか、ね、日が長いんだからさ、暑そうじゃないですか。だけどやっぱり違うんですよね。これが地球でのエネルギーと現実化、具現化のタイムラグなような気がしているんですよ。ちょっとスピリチュアルな話なんだけどね。うん。いわゆる現実創造の仕組みとしては、こうエネルギー、望みを出して、その後に叶っていくっていうプロセスなわけですよ。で、これっていうのは大体タイムラグ、時間差っていうものが生じてくるものなので、この自然の流れも、この夏至のね、パワフルな、太陽がめちゃくちゃパワフルなエネルギーの後に、遅れて、ホットな日々、真夏っていうものがやってくる。うん。私としては、まあ、末恐ろしい夏が始まる、夏が大嫌いな人間なので、ちょっと末恐ろしい現状ではございますが、やっぱりこう現実創造の仕組みっていうものは本当に一律して、平等っていうか、そういうエネルギーなんだなっていうのをちょっとね、この夏至っていう太陽の位置とこの暑さっていうものがマッチしていないような、そういうタイムラグっていうものがあるんだなっていうのをちょっとね、ここ私じわじわと感じております。皆さんはいかがでしょうか？では、6月22日土曜日、ヤギ座満月の解説をしていきたいと思います。太陽は蟹座1度、10ハウスに滞在しております。こちらのサビアンシンボルが、広く平らな場所の上に吊るされた男というもので、こちらの意味が、皆さんが今いる環境あるじゃないですか。特に、こう、社会と関わりがある環境、まあ、職場とかですね、やっぱり。その環境に対して、自分って今何ができるんだろうって、先を見据えて考えるという意味になっています。これ、吊るされてるから、ちょっとね、視点が高いんですよ。何に吊るされてるんでしょうかね。木かな。あとは、あれもちょっと考えられますね。パラシュート。あと、アドバルーンとか。そう。そんな風にちょっと吊るされてるから、ちょっと視点が高いんですね。ちゃんと全体を隅々まで見る力で一旦立ち止まって、私、僕って何ができるんだろうって熟考していく感じ。そしてこの太陽に対して金星が近しいところでエネルギーを強めております。金星は蟹座5度。こちらのサビアンシンボルが巣を作る寮長というもので、皆さんの中にある母性本能というものを使って、念入りに環境を整えていくというものになっております。そして今回、太陽とは少し離れてはしまっているけれども、同じ蟹座内に水星のエネルギーの方を投げかけております。そう、最初もね、お話ししたんですけれども、
水星と金星がね、6月18日に一緒にポンと蟹座内に入っているんですけれども、もうすでに蟹座は9度まで進んでいってしまっているんですよ。これだけ水星の移動って早いんですよね。そう、補足です。水星は蟹座9度、こちらのサビアンシンボルが完全にカットされていない大きなダイヤモンドというものです。このダイヤモンドというものが皆さんの中にある愛であり感情というもの、この愛というものを他に伝えるときってやっぱり一番言葉を使うわけで、この言葉を美しいもの、自分の中にある感情っていうものを美しい言葉に表現していくという、そういう意味になっているんですね。なのでこの太陽、水星、金星という天体のメッセージとしては、蟹座の持つ愛というものをベースに考えて、今いる環境という中で自分はどうしたらみんなのためになるんだろうか、そんなことを考えて、今の環境場所の土台となるものをこう再構築していく、そんなエネルギーが流れているんですね。これ潜在的なところを話すと、私たち人間ってどうしたら自分の得になるか、メリットになるかっていう視点の方が多いと思うんですよ。でも今いる環境で自分は何ができるんだろうってこう受け取る視点ではなくって、与える視点で土台を構築していきなさいっていう、そんな意味になっております。簡単な例で言うと、会社勤めしていて、やっぱり給料欲しいよね、もっと待遇いい方がいいよねっていう、その受け取る、自分にメリットがあるものを受け取るっていう視点じゃなくって、会社のために私僕は何をしたらもっとこの会社の業績が伸びていくんだろうっていう、そういう視点なんですよね。そしてこの太陽、金星、水星に対して海王星が90度の葛藤のエネルギーを投げかけております。海王星は魚座29度、こちらのサビアンシンボルが巨大な石の顔というものです。こちらの意味は決意を持って生まれるタイミングを見極めるというもので、海王星はもう次の新たなステージに向かいつつあるんですね。海王星29度っていうのはホロスコープ上では一番最終章、その次の度数っていうのがもうお羊座に入って生まれるんですよ。お羊座0度に入ってくる。だから天体は皆さんが世の中に人に愛を与える存在に生まれ変わるのを待ってるよっていう、そんなメッセージだと私は感じているんですね。そしてこの太陽と金星に対して対立の180度の位置にいるのが今回の乙女座の月でございます。月はヤギ座1度、4ハウスに滞在しております。こちらのサビアンシンボルが3つのステンドグラスの窓、1つは爆撃で損傷しているというもので、こちらの意味が目の前の現実と直面して向き合うという意味になっております。こうね、綺麗なね、ステンドグラスが3つ並んでいたんですよ。でも戦争で1個が爆撃されて割れてしまった、この起きてしまった現実っていうものはもう変えようがないわけですね。見て見ぬふりはできないんですよ。しっかり見ないといけない、結構こうシビアな意味になっているんです。で、今回の太陽と金星に対しての180度の満月になっているので、このシビアな現実っていう面をちゃんと見ないとダメだよっていう感じで、ご自身の現実を振り返って愛の視点で、私は今ここで何ができるんだろう、何をしたらいいんだろうって考えた時に、この愛だけじゃ飯食えんだろで、月が現実を突きつけてくるんですよ。もうキャーって感じじゃないですか。もうこれが、まあでもこれはふわふわスピリチュアルに陥らない秘訣でもあるんですね。ちゃんと現実を見据えるっていうのはね、すごく必要なメッセージ。やっぱり愛の視点って表現すると一気にね、こうふわふわ的になってしまうんだけど、ちゃんと現実を見なさいと。で、それができた時にきっと皆さんの現実の中で、こう皆さん自身がしっかり愛を与える存在になれるんではないかと言ってきております。で、この月に対して、じゃあどうしたら現実と向き合えるんでしょうかというアドバイスを木星と天王星が伝えてきているんですね。
木星は双子座6度、こちらのサビアンシンボルが時代遅れの緯度というもので、気前よく人に与えていく、それってこう気遣いや心配りを使ってコミュニケーションを取っていくというものです。そして天王星は牡牛座25度。こちらのサビアンシンボルが恋人にセレナーデを歌うスペイン人の男というもので、自分の能力をアピールして、こう他人との人との距離を縮めていくというものになっております。要は、たとえ厳しい現実が皆さんの各々の、ね、現実にあったとしても、やっぱり他人に対する気遣いっていうもの、厳しい現実であったとしても、決してやさぐれずに、ふてくされずに、拗ねずに、周りに対する心遣い、そしてちゃんと自分の才能とか、能力、技術、得意なもの、そういうものをきちんと、こう、やって表現していくこと。現実的に考えて、無理めよねって、勝手に決めつけてはあかんよと。これが、いわゆる思い込みなんですよ。無理よねって、やる前に諦めるっていうのはもうありえない愚の骨頂でございます。そこはお気をつけください。で、実はこの太陽と金星に対してのアドバイスがですね、ここと似たようなニュアンスで冥王星がもう一個アドバイスの方を皆さんに伝えてきております。冥王星は水瓶座1度。こちらのサビアンシンボルが予期されなかった雷雨というもので、既存の概念や思い込みっていうものを打ち砕き、突き抜けていこうっていう意味になっております。やっぱり皆さんの中には、与える行為というものがなかなか、ね、なかった方が多そうなんですよ。これは何度も言いますけど、潜在意識レベルの話なんで、現実でね、いや、私僕は人のためにいろいろやっていますっていう方も多いと思うんですね、中にはね。でも、その潜在意識の中には、何らかのメリットを求めてやっている場合も多々あるんです。この潜在意識にあるものを打ち砕きなさいっていう感じなんですね。なかなかちょっとハイレベルなことを言ってきてはいるんですけれども、自分の現実をより良い方向へ進めていきたいって思うときに、今までと同じ考え方でいたら現実って変わらないんですね。だからこそこの満月近辺の日は特にこの月に対してのアドバイス、木星と天王星のメッセージっていうものをやっていただくのがまずはいいのかと私は感じております。その上で冥王星が言ってきている、当たり前だよね、みんなそう言うからそっちの方が正しいんだよねっていう、その今までと同じところに留まっていきそうな考え方っていうのはもう打ち砕いてくださいという感じです。この天体のメッセージをいかに自分の現実に落とし込んで生かすことで、この満月っていう道に溢れたエネルギーを受け取ることができるので、満月だから、ね、願いが叶うっていうふうにね、巷では言われているんだけど、それはすっごい浅い。浅い。叶った人います？満月で願いが。いないと思うんですよ。そうじゃない。対立するこの太陽と月のエネルギーをうまく同調させていくことで、このヤギ座の満月っていうものを恩恵をあやかれるわけなので、皆さんが放った願いが叶う満月ではございませんというところを現実を突きつけておきます。私がまず最初に。ぜひご自身の、ね、現実と照らし合わせて、この中でのメッセージ、もちろん全部が採用する必要はなくって、心に残ったものは特に取り入れていただけると良いかと思われます。そして何度もね、聞いていただけるといいんですよ。一回じゃね、忘れるんですよ。で、この星読みをしている私ですら、日々の生活の中に入っちゃうと、この星読みのエネルギー忘れるんですよ。私ですら忘れる。だから皆さんはもっともっと何度も聞いてほしい。それか、もう不正にね、要所要所心に残ったメッセージを書いて、この満月の日を軸に中心に貼り付けて、カレンダーかなんかに貼り付けて、目につくところに貼り付けて過ごしていただけると、この天体のメッセージっていうものを活かしていくことができるんではないかと感じております。はい、以上になります。またこれからね、どんどん蟹座のエネルギーもどんどん強まっていきますので、ぜひこの時期は皆さん仲間とかね、家族友人たちと楽しんでいただけると、さらに蟹座のエネルギーを活かしていくことができるんではないかと思いますので、ぜひ
仲間とご飯に行ったり、飲みに行ったり、お外にお出かけに行ったり、楽しんでください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の星読みでお会いしましょう。バイバーイ。